昭和43年の5番組目、サイボーグ009でございま,す、ね、まあこれはねご存知の方多いと思うんですけどあの漫画とかアニメとかに興味がある方はご存知の方が多いと思うんですけどもこのテレビ版のサイボーグ009が作られる前に同じく東映動画でね映画版を作ってんですよサイボーグ009に関しては映像化は映画の方が先なんですね でその映画の主題歌がそのままテレビ版でも使われてそのままじゃないけども、まあ、テレビ版でも使われてるという感じなんですよね。だから音盤も朝日ソロラマさんのそのシートが先に出てたわけだけれども、えーまあ、当然ソロ生さんはテレビ版が作られたにあたって新しくねそのシートも作り直してるというのがこのジャケット写真でございますけども。 というのはねエンディング主題歌が加わってるんでねエンディング主題歌は映画版では使われてないので新しくテレビ用にエンディング主題歌が作られて、まあ、それを収録するという意味もあってでしょうけども、まあ、テレビ版の「サイボーグ009」の音版は新たに作られてるで不思議とね定築レコードも出してるんですよねこれねなぜかわかんないんだけどだからシートはソノラマさんの独占これはまあ映画版の頃からやってるから当たり前って言えば当たり前なんだけど なぜそこに定さんが参入できたかっていうのは謎です、ね、ただまあレコード会社も定区さんだけなんで、えー、まあシートはそのラマ独占でレコード会社も一社だけ独占みたいな形にはなってますね。まあ、その形っていうのがだんだん定着していってるそういう途上なのかなっていう気もしないでもないですけども、えー、これ作詞がね漆原正久さんっていう方なんですよね。 うん、この方もちょっとよく正体のわかんない方正体という言い方あれなんだけどもよく消息がわかんない方ですねただ平成になってからね九州交響楽団の事務局長とかやってらっしゃるんですよね多分おそらくだからなんだろう作詞として名前書いてありますけども結構音楽に精通した方なんじゃないかなっていう気がしますけれどもね作曲が小杉太一郎さん この小杉さんに関しては、あのサリーダさんという方々、方々複数系なのかな、まあ、サリーダさんという方が、かなり、ね、詳細にお仕事を追ってらっしゃるわけで、この小杉さんは、伊福部明さん、これ特撮マニアには非常に有名な作曲家の方ですけどもね、例の,あのゴジラの伊福部明さんの門下,門下の方らしいです、小杉大一郎さんね。 だからそのサリーダさんは伊福部さんも含めていろんな作曲家の方を研究している方で「この009」の主題歌に関してもまあサリーダさんにお任せして大丈夫だと思うんですけども一応、ざーっと言っておくとこの小杉さんに関してはサリーダさんの研究では最初映画版のね主題歌は伊福部さんの方にやってもらいたかったらしいですね東映動画としてはでも伊福部さんの方の事情がちょっと悪かったみたいで。 あんまり都合つかなかったみたいでで小小杉杉さささんんんをを推推薦薦しししたたとと石がいいう話らでですでもまあそれ以前からね小杉太一郎さんっていうのは東映の映画いろいろ作曲されてる方なんですよこの方ねずっと東映の映画と関わってた人なんでまあ自然な形でも小杉さんがやってたんじゃないかなっていう気がしますけどもまあサリーザさんの研究でそういう話なんで多分最初は石久部さんに作ってもらいたかったっていうことなんでしょう。 でえー、歌唱が「東京マイスタージンガー」と「こマイスタージンガー」っていうのは NHK のあのなんだっけ「歌のメリーゴーラン」とか「われくるくるわれの」のあの番組のために結成されたボーカルグループコーラスグループらしいです。なんと12人編成らしいんだよね。そんなに人数いるのかなって歌声ですけど、まあ、よく分かんないけども12人の編成らしい。でしかもその中には ボーカルショップさんのメンバーが全部入ってるらしいんですよ <laughs> うーんと思ってね、えー、そうなんだって感じですねだけどねボーカルショップさんのところでは名前が不明みたいな書いてあるんだよねウキペディア見るとでもマイスター人ンガーのところを見るとボーカルショップさんのさメンバーの名前みんな書いてあるというね不思議な関係になってますけどもんまああのウィキ,キペディアに書いてあることが事実だとすれば マイスタージンガーの中にボーカルショップさんも全員含まれているらしいです。4人がね、そういうことらしいですよ。まあ、そういうマイスタージンガーだから映画の主題歌だからさ、やっぱり迫力欲しいとこだから東映動画さんとしてもね、あの大規12人編成のマイスタージンガーさんを抜ってきたっていうことだと思うんですよね。だからこれ主題歌まあ、非常によくできてますよね。ゼロドロナイもね。 で映画版の時は「よくては嵐だ燃える海」ってところがあるんだけどもテレビ版ではそれカットして短くして赤いマフラーなびかせて進めサイボーグ我らが勇士の後あへ平和を守る正義の瞳」の次に映画版だと「ゆくては嵐だ燃える海」って入るんだけどそこをカットしていきなりさ「あサイボーグ009」っていう。 非常にでもまああれはあれで良かったのかなと思います子供とすれば確かにそっちの方が聞きやすいって言えば聞きやすかったよねでこのテレビ版のサイボーグ009はさ何といってもあのカウントアップワン・ 1, 2, 3スリーっていうあのカウントアップが最高だよねあのカウントアップ素晴らしいよ画面も素晴らしい素晴らしいしね画面演出もだからサイボーグ009のこのテレビ版のサイボーグ009のオープニング映像 主題歌も私はねこれ初期テレビアニメ史上に残る傑作だと思ってて、まあ、マッハ555と並ぶぐらい好きなつかよくできてるなと思うオープニングですねうんだから基本的には映画版を流用,流用してるんだけどもあのカウントアップの音声とそれから効果音ね高付音がいろいろ入るから例によってね。都営動画さんはあのオープニング映像の効果音の使い方がうまい。 ね、藤丸以来非常にうまいあオオカミ少年剣以来か非常にうまいだ音響さんがすごい音楽センス良かったんだろうね多分ねそういう感じがします多分ああいうのって音響さんが入れてると思うからね音響監督さんが差配してると思うんであのオー,プニングオープニングに関してはねこの『ラインでもさ例によってあの「光号と」と、えー、新幹線「光」と競争してるわけですよススメサイボーグととかいうところで ワーンって光号が走る音がする音すわけよで『009』がさその『光号』と競争して一緒に並んで走ってるみたいなさエイトマンは最終的に追い抜いたけど『009』ゼロゼロナインは並んで走ってるからエイトマンの方が少し速いのかなって感じなんだけどもねだからこの頃いかに『光号』っていうのがさ子どもたちにとっての憧れの存在だったかってことなんよだって夢の超特急だからさ今あんまりそういう乗り物に対してそういう描写は使わないでしょ 夢のななななんんとかかていいじゃないですかあの頃もうののは夢の超特急なんよだって世界に先駆けた時速250キロのさ鉄道だったわけ、ね、それいかに日本の子供たちにとって誇らしくてそして夢のある出来事だったかってことなんよここでお知らせをご覧ください世界でも使ってないような超高速列車を日本で僕らが乗れるんだみたいなね感じなの。 だ私も初めてね小学生の時光号の乗った時はねまあ嬉しかったですよやっぱりねしワクワクしましたよねだから当時光号に関する歌がやたら多いしまあ実際には子どもだけじゃなくて大人もやっぱりなんか誇らしいとこあったんだろうね大人の歌でも光号に関する歌って結構あったからねだからさそういう,もう社会的な盛り上がりがあったまだこの昭和43年でもそういう余韻があるんだよね光号に対して。 あれは昭和39年だけ開通が、ね、4年も経ってんだけどまだその余韻があるっていうさ昭和38年頃かエイトマンの画面にも出てくんだもんねね。だからさまだ4,5年経ってもその余韻があるっていうさ009が競争できる相手だったんよ逆に言うと光号がね009が光号と競争してるからすごいってよりもよくよく考えるとさ そうヒーロー漫画であるサイボーグ009と競って走ってる光合がすごいんだよなよくよく考えてみるとね素晴らしいことだと思いますよやっぱねあの当時の日本の勢いを象徴しているそういう光合でございますよまあそんな感じでこれは効果音も素晴らしいで画面の映像演出ねタイトル画面のさタイトルが出てくる瞬間とかさもうあれ今見てもワクワクするもんもう胸高鳴るもんなあのオープニング見てると。 だもう傑作ですね。音楽もちろん素晴らしいし。っていうことでね。だまあ音楽的にはやっぱりこれもマーチを基調としてると思うんですよ。ただし途中でさ「行く手は嵐だ燃える海」のところでちょっと曲調が変わるでしょ。ね。だからこういうのって昔の子供向け番組の主題歌じゃありえなかったわけ。だって子供が歌うの難しいと思われてたから昔はねこんな転調したりとかそういうのって。 子供には難しいよっていうさまあ特にレコード会社の同僚部の人とか頭の固い人たちはね昔の大人は考えてたわけよもうこの頃にはもうね漫画の主題歌といえどもそういう枷が抜けてる完全になくなってるというねいうことですだからドラマ性を盛り込むことができるようになった音楽にねそれはもう少し前のさところから服部浩一さんあたりから、まあ、そういうの盛り込まれていってるんだけどもね だからまあミュージカル的って言えばミュージカル的でもある、ね、でもこのオープニング主題歌に関してはやっぱり隠し味にマーチがちょっと入ってるなっていう感じはしますよねでエンディング主題歌これもあったくしエンディングもむちゃくちゃ好きでねこの「戦い終わって」これが作詞が石森章太郎さんなんだけどね作曲はもちろん小杉さんなんですがで歌ってるのがボーカルショップ「マイスタージンガー」の中に4人ともいたというねそのボーカルショップさんが まあダウンンサイジングですね <laughs>。オープニングは映画主題歌だからもともとがね映画主題歌だから大編成のマイスター陣が使ってるけどもまあエンディングはテレビだけだから <laughs> あのちょっとダウンサイジングしてボーカルショップさんだけでという感じですよね。ただこれ石森さんの詩もねなんか味があるよね。赤いい夕焼け寄せる大波戦い終わって明日を夢見るだからね。 ね「赤い夕焼け寄せる大波」「戦い終わって明日を夢見る」「いつの日か再びみんなでここに立とう」あ「ああサイボーグ平和の戦士」っていうそういう詩なんですけどよくよく考えるとその状況がよく分かんないとかさ「戦い終わって」ってことは平和になったのかなと思うけどもじゃあそうすると最後に「いつの日か再びみんなでここに立とう」って言ってるのは「えっていうね。 じじゃあままたた戦いいが始まるるんんですかみなな感じの詩になってるんだよなこの詩の解釈結構難しいなと思ってて石森さんもなんか雰囲気で作ったんじゃないかなっていう気はするんだけどま石森さんの意図としてはですよ意図としては多分戦いが終わったっていうのは小さな戦いが終わったと。でも大きな戦いは終わってないんだということだと思うんだよね。確かに今 小さな戦いは一つ終わったとそして我々は今夕焼けにし、ね、沈む夕焼けの中で明日を夢見てるその明日を夢見てるっていうのは、ね、本当に平和な時が来ればいいなってことだと思うんだよね。でその時を目指してまたきっと我々集まる時あるだろうからその時いつにか再びねみんなでここに立とう。 みんなでっていうことは一人も欠けることなくここで立とうっていうことだよね、うん、まあ毎,毎回の戦闘激しい戦闘で常に命の危機にさらされている我々だけどもまた集まるときはみんなでここに立とうよっていうことでもあると思うんだよねだそれらの思いが全部一緒くたになってるしなんですよ多分ねだからそのス,ストーリーとしてはちょっとよくわからないけれどもまあ その詩の世界としては、ね、概念とししててははね概念非常に共感できるだから石森さんの作詞もまあ映えるこういう詩ですよねでもやっぱり曲これは曲が素晴らしいなと思ってね「テル,ル,ルンテル,ル,ルンテル,ル,ルンなんか弦楽器を非常によく使ってるっていうか効果的に使ってるっていうね弦楽器なんだかよくわか,か,か,からないけどもギターかなんかわからないけどもその弦楽器をよく使っていてなんか私雰囲気としてはね 乾燥ねっぽいなと思ったんだけどもまあかんねもよくわかんないんだけどさ実際にはまあふ受ける雰囲気としては乾燥ねっぽいなと思っててまあ子供の頃からねこのエンディング主題歌はね染みてたねで演出もいいんだよね映像演出もいいこれサイボーグ009はオープニングもエンディングも映像演出も素晴らしいねエンディングはそのなんだろう静かな感じの曲にふさわしい静かな演出なんだよねあんまり派手に動かしてない でも効果的に使ってるっていうかな動きか少ない動きを効果的に使ってる演出なんだよねだからこの009のオープニングとかエンディングを作った人ってものすごい才能ある人だなと私は思ってるんですよすごい人だなって誰が作ったかよくわかんないんだけどねこういうオープニング作家とかエンディング作家っていうのはこの時代にはあんまり喧伝されないんでね 今みたいなもうアニメブームも成熟してくるとさ誰が作ったオープニングだなんだって分かるわけだけどもこの頃のオープニングエンディングっていうのは誰が作ったかっていうのは今一つ判然としませんが私はもう史上に残る名作だと思ってます両方ともねオープニングもエンディングも。「マッハ555」のオープニングと並んでぐらい「スーパーチェッター」もすごかったなとかねいつかそのオープニングエンディングの割り押しもやりたいな <laughs>。 細腕繁盛期でございますこれね私が多分人生で多分じゃないな間違いなく人生で一番ハマったドラマなんですよ。